さあ、始まりやがったな。シドニアの騎士作者、二瓶勉先生、オンラインサイン会。この俺が、惑星ベジータの戦士ことベジータだ。よろしくお願いしてやろう。お、びっくりした。お前かよ、そうだ、俺だ。びっくりしただろう。全く情報も出てなかった。R 藤本ではない。ベジータだ、俺は。ああ。今日はもうシドニアの騎士の作者、二瓶勉先生のオンラインサイン会ということで、この俺が進行役に抜擢されたというわけだ。漫画の垣根など簡単に越えてやるからな。ざまあ見やがれ。なあ、当たりも読んでるに決まってるだろう。同じ宇宙を股にかけて戦う者同士な。俺はまあガウナ側みたいなとこあるけどな、ちょっとな。なあ、というわけで今日はもうオンラインサイン生でサイン会をやってやろうということで、まずはこの俺のアシスタントというか忠実な部下、栽培マンみたいなもんだ、やつを紹介してやろう。月刊アフタヌーン編集部からシドニアの騎士担当編集の M 下だ、出てきやがれ。どうもこんにちは。これは担当編集。あ、セミって書いてありますね。お、セミ、セミかき様。シドニアの騎士のロッカー、せめてナッパだろう。これ先生、これ先生ではない。担当編集の M 下、 M 下って絶対松下か森下だろう。ああ、さあ、というわけで今日はもうサイン会をやるということで、はい、こういったメディアに出ることあるのか。いや、もう実はもう二瓶先生あまりそういうのに出られない方なので。あ、今日初登場。そうなりますね。なるほど。まあ、いや、今日は一緒にサイン会のこの会場から実況をお届けしようと思うんだが、これまず作品についての解説はもちろん、このシドニアの騎士のような完全 SF 作品を生み出す二瓶勉というこの男の人間性というか、どういう人間なのかというのもちょっと今日は掘り下げていければと思うんだけども、これ担当編集から見たこの先生のまあ人柄というか、まあ実際どんなやつなのかというのをちょっと軽く教えてもらっていいか。いや、もう二瓶先生はもうあれですね、うん、漫画を描くために生まれたサイボーグみたいな人で、こうね、サイボーグ、ええ、クワガタだよっていう。ああ、人間じゃないよ、クワガタだよ。もういろいろと、うん、ね、改造されまくっているので大変ですよ。人柄的なので結構こうピリピリする時があるとか。いや、すごくいい人ですよ。なるほど、ええ、あ、別にあんま怒ったりそういうことはしない。ね、まあサイボーグなんで感情の揺らぎがあまりない、ね、うん、あんまないんだな、ええ、それは。じゃあもう締め切りとかももう忠実に。そうなんですよ、そこだけは本当にありがたい。あ、なるほど、うん、割とじゃあちゃんとした人間ということでいいんだな。はい、ええ、なるほど。じゃあ、それではサイン会のスタートまでもう少し時間があるみたいだからな、まあ、もしかしたらこう番組見てるやつもいるかもしれない、このシドニアの騎士という作品に、まあ初めてまだ触れてないやつもいるかもしれんから、軽くちょっと触れていってやろうと思う。そして、この俺が簡単にこの作品の概要を紹介してやると思うからな、よーく聞きやがれ。太陽系がガウナと呼ばれる謎の生命体によって破壊されてから1000年後の世界、人類の繁殖と生産を維持しながら宇宙を旅する亜種船シドニアに暮らす主人公谷風永手が人型兵器モリトの操縦士訓練生となり、仲間と共にガウナとの戦闘を繰り広げる。作者の過去の作品同様 SF 漫画のジャンルであることを踏まえながらも、初のロボットものである学園ラブコメ要素も取り入れられているなど、新機軸を盛り込んだ王道的な本格 SF となっている。そして2013年5月、ついにアニメ化が発表された。来春、最新フル CG によるテレビシリーズ放送開始予定。果たしてどうなってしまうのであろうか。どうだ、入ってきただろう。いやー、素晴らしいですね。グッと入ってきた。なあ、本格 SF でロボットものだと、ええ、なるほど。なあ、これは、まあ、まあ見どころというかアピールポイントみたいなのは担当編集から
見たあるのかなんか。そうですね、あの先ほどフル CG アニメで紹介されたんですけども、そうだな、5月から、CG とは言いつつも、うん、非常にこうなんか手書きの雰囲気を大事にしてるふうになってるんで、それを知らないで見たら普通のアニメだと思うぐらいのクオリティになってます。まあ、詳しくはぜひ PV を見ていただきたいんですけれども、まあ PV、まあ、見たけど、まあ確かにクオリティが相当なもんだったな、ええ、なんかいろいろコメントも来てると思うな、ああブラムのアニメはとかいろいろ書いてるところもあるけどな、 PV 見せて、それはもう自分でてめえで勝手に検索して見やがれああどなたか先生まだ出てきてないからな、ええ、ああPV 見せたら勝手に見ろって言ってんだ。あ、プラモデルかとかな、はい、そういった展開もな。いやもうすでにプラモデル出てます。アニメかもっといろんなやつが。あ、そうですね。いろんなところから出てくるとありがたいですな。なあ、というのもまあアニメに期待しつつ、はい、なあ、そこでまあ突然だが、この見ている視聴者の貴様らにアンケートをちょっと生で取ってやろうと思うんだ。まずもうこう基本だな。このシドニアの騎士という作品を知ってますか。さあアンケートこちらだ、ドン。1もちろん、2聞いたことはある、3アニメ化で知った、4この番組で知ったと。まあ1が半分以上欲しいところ、ええ、聞いたことはあるっていうのがどのぐらいなのかっていうな、見てはないってことじゃないかこれ。まあでも漫画好きの友達がいたらね、あれ面白いから読めようとか言われてるとするかもしれない、四年体で知ったっていうのもあるから、あ、はい、ああこの番組で知ったとか、ああ一巻からずっと買ってる、お確か知らないっていうのはないな、はい、まあまあいないだろうな、おそらく全く知らないってやつ。そうそうそう、じゃあそろそろ結果を見てみるか。アンケート結果こちら、ドン。おあ、思ってる以上にもう8割だなこれは、はい、なるほど、あアニメ化で知ったはもう逆にじゃあ少ないぐらいの、もうこれ上々なのか、8割ぐらい。いや素晴らしいですね、ありがとうございます。なあ、じゃあこれもうほとんどもうもちろん知ってるというやつばっかりだから、そいつらにちょっと追加でアンケートを聞いてやろう。次、シドニアの騎士という作品を読んだことがありますか、そして何で読んだことがあるか、アンケートスタート。1アフタヌーン、まあ連載だな。2単行本、3漫画喫茶、4そしてニコニコ星画、まあ電子書籍でということで、これもいろいろな読む方法はあるけども、どれが一番嬉しいこちら。まあ、僕はアフタヌーンの編集者なんで、やっぱアフタヌーンの雑誌で読んでいただけるのが、単行本よりも雑誌の方が、いやまあ当然単行本も買っていただきたいって、ダブルで読んでいただきたいです、ね、ダブルでな、まあダブルでも読んでる人ももちろんいるだろうけど、まあメイン、まあ両方買ってやったら、まあアフタヌーンの方になるんだろうな、先に読むってことで、そうだと思います。よし、じゃあ、結果見てるか。じゃあ結果こちら、ドン。あ、単行本派だ。あ、単行本派が思ってる以上に多いな。漫画記者も2割じゃねえ、はい、2.6%、はい、でニコニコ成果が 3.8% と、まあもうだから9割ぐらいはもう連載か単行本で見てるということだな。じゃこのさっきの4番の選択肢のニコニコ成果、これ何かというと知ってるか貴様。あれですよね、うん、なんかユーザーさんが絵を描いてアップロードして、うん、みんなで見たりもできるし、それからこう電子書籍を買って読んだりもできるっていう。そうだ、もう俺が説明しようとしてること全部言ってる。いきなり振られてびっくりしたんですね。まあまあユーザーが描いたイラストや漫画をにコメントをこう動画のようにしたり、あとはまあそのこのシドニアの騎士もこれ電子書籍ニコニコ世界なんか売ってるということで。売ってます。そしてこの今日のオンラインサイン会は、この実はこのニコニコ星画でこのシドニアの騎士11巻、まあ、最新刊だな、を購入してしたというやつの中から抽選でプレゼントをするらしいな。はい、そういう企画でございます。だからもう締め切ってるというか、もう今までに買ったやつということだな。そうです、そうです、最新刊、はい、なるほど。そしてこのまあいろんな手続きを終えた選ばれしユーザーのリクエストになんと先生自ら答えるという形で、まあ、これからこの視聴者の前でこう生で二平先生がキャラクターを実際に描くらしいから、これはもう楽しみにしてやがれということで、そしてさらにこの抽選数もまあ何人かぐらいだから、はい、この抽選に漏れたやつにも1巻または11巻の購入者には、全員サービスのサインもなんと用意しているということで、よかったな貴様らなあ。そして、実際じゃあこのリクエストも今からキャラクターするけども、はい、どんなキャラクターが人気かというのを、実際にちょっとアンケートで聞いてみようと思う。これちなみにニコニコ生放送9択までしかアンケート出ないから、はい、スタッフが絞りに絞ったこの9人のアンケート聞いてるんじゃないか。というわけでアンケート、シドニアの騎士登場キャラクターで好きなのは誰ですか、ドン。こちら
リクエストは事前に聞いてたりするんだな、これは。そうですね。それさあ、1が、主人公長手に、星次郎、イザナ、クヌト、クナト、クナト、クナト、いやちょもう読みにくい、シナトセとかが読みにくい、クナトだな、で、ユハタだな、で、つむぎ、で、小林館長、で、落合、檜山さんと、旧宅だな、ああお、つむぎに1票。クナト、クナト、クナトだな。イケメンです。イケメンだな。はい、ああさあ、おなんかないやつとかもあるんじゃないかこれ。あ、佐々木とかもあるぞ。ああ。テルルいない。まあまあいない。サマリもいないけども、まあいないやつは一番この中でいいやつを選べと。はい、ちなみに貴様は何をした？聞かれると困りますよね。なんかね。やっぱ担当的には当然長手と言わなきゃいけないですね。まあまあ主人公。逆に主人公少ないんじゃないかこう並ぶと。なあ。檜山は どっちだっての落合もどれだっていうのもあるから、ええ、まあ総合でってことだね。そうそうそうです。なるほど。まあ俺はやっぱ2ぐらいがやっぱりな、ええ、押したいとこだけども、じゃあこれ結果を見てるか。さあキャラクターも人気投票だな。結果こちら、おおめちゃくちゃ割れたな、はい、あでもイザナと、お1位が、あ21杯で紬が、はい、イザナをなちょっとだけ勝ったと。なるほど。クナトが 1.1% なあ、こ結構どうだこれ結果、意外というか。でも4位に檜山さんが来ていて、え4位が、イザナ、あ紬、イザナ、星次郎、檜山、うん、主人公より熊の方が人気がある。で5位か主人まああの中の人を一瞬見たか、あ俺はクナトに入れたぞ。確かにこれでも相当割れてるな、ええ、むしろこう集中してないってことだなこれ、ええ、いやだから作品世界全般にね、うん、人気があるんだろうと。なるほど。ポジティブに解釈させていただきます、うん、さあじゃあこの結果を受けて、まあ、実際今日生で描かれるキャラクターは果たして誰かということで、貴様らお待たせしたな。これでこれからシドニアの騎士作者二瓶勉先生オンラインサイン会を始めるということで、まずは実際に登場してもらおう。先生だ、登場だ、こちら。さあついに顔出しで登場したな。こんばんは。こんばんは。あ、しゃべる思ったら小さいんだな結構な単行本より ちょうど胸のとこにドーンって乗ってるけどな。そうですね、普段はこのぐらいの、うん、あこのぐらいなんだな、ええ、ああ大丈夫か。もう冬だけど季節的にだいぶだから、うん、今日はあんまり動けないですね。今から絵描くけど大丈夫かこれは。絵はあの、うん、本体は描かないんだよ。あの作業は別の、うん、別のやつがやってます。作業は別のやつが脳周波で操ってます。脳周波で操ってやる、はい、外出するみたいなことだな。そうですね。なるほど、こういうところでこの先生はニコニコ生放送っていうのは知ってるのかこれは。知ってますよ。見たことはある。多分ないですね。多分ない。もちろん出たこともないわけだろう、ないです。はい。これもちなみにこれ先生はコメントなんか大きく後ろ向いてる感じだったけどあの正面はちょっと虫苦手な人にはあんま見せれないんで。あ、まあ、確か内側はちょっとあんまり、あとちょっと恥ずかしいですね。なあ先生つぶらな瞳ですねって言われて、まあ、これニコニコ生放送実際にこうやって見てるユーザーが生で感想とか、うん、例えば質問とかいろいろコミュニケーションを取りながら、まあ、番組を進行できるわけだが、はい、これまあせっかくなんで初ニコ生ということで、はい、ユーザー視聴者なんか聞きたいこととかあったらちょっとせっかくでちょっと質問してみてな。あ何でもいいの、うん、このもうどこで見てるとか今日何食ったとか何でもいいの。これそうですね、足細いですねありがとうございます。あ、何聞くんだっけ。そうだ、うん、PV はもうあのもう見ていただけたのか。ああ PV は見たかと気になりますね。ああ、さあどうだ。あ見た、まだ見ました、見ました。ああおいっぱい来た。あいっぱい来た。ほとんどこれ見てるっぽいな。 ありがたいですね。ああ、あまだ、あでもほとんど見てるな。すごい。まあこういう感じでこの質問とか、はい、まあ、逆に質問が来たりもするからいろいろこれ、まあ、見ながらやっていくということで、あ、はい、ああでこの番組には、メールも募集していることで、先生の応援メッセージ、質問、好きなキャラクター、思い入れなど書いてどんどん送っていかがれ。アドレスは出てるのか。あこの上だな、うん、この上に出てるということで、じゃあ早速
オンラインサイン会の方始めていこうと思うけど、これはどんな感じでやっていくんだ、もう書いていくのか、これは。ああ、お、うん、生で書くとか見れるってことで、はいはい、あ、来た、これがもう実際にこれ書いてる。お、実際にこの連載の、そう、そうですね、漫画を書いてる時の環境と全く同じです、ね、別のやつ来た来たな、うん、うん、そうですね、そう、これはどんな感じでやっていくの、もうすでにリクエストをもう見てたので、うん、抽選ももう決まってると。そうですね、僕が、うん、あの抽選というか選んでいきます、一覧に、はい、さあ、これは選ばせていただきます。一発目なんで、一発目はこれキャラクター、もうさっきのアンケートとほぼ同じなんですよね、うん、このリクエストが。で、もう、あ、なるほど、はい、いろいろ書いてるな。あ、圧倒的に多かったのが、あ、ほのか姉妹もあれになかったな、アンケート、うん、あー、ほのか姉妹少なかったですね。さあ、紬が多かったので、あ、まあ1位だったな、確かに、はい、うん、一発目を紬にしようかなと思ってます。なるほど、紬の どっちというか、どこ書くかっていうのがあるな、はい、そうですね、多分、うん、あの大きい方の紬、あ、大きい方を言ってるんだと思うんですよ、はい、大きい方が難しいからな、はい、まあ、まあ、まあ線は多いですねいや、チブでのリクエストはなかった、チブはないよ大きい方だな、チブの方が簡単にいいんですけど、はい、うん、チブでいいのかな、チブでもいいのかもしれない、ああ、じゃあチブだとこのぐらいで終わっちゃいますけど、あ、もう早速書いてるな、うん、お、 あんまり大きく映んないのかな、早っ、うん、チブはこんな感じですね、え、こんな早いのか、うん、凄まじく早い、いや、凄まじく、え、こんな早いのか、お、早っ、ね、ああ、でも、うん、今回はチブではなくて、うん、本体の方、はい、こっちは書きません。なるほど。本体の方。ああ、書いたの消したんだろ。はい。大きい方書きます。書いて、書いてるか。はい。ああ、もったいない、もったいないと。これちなみにこれはもう当選者には電子書籍的な形で。そうですね。データで。データで。はい。お渡しすることになると思います。なるほど。ほぼそのままで。今ここで書いたデータがきっと、うん、そのまま届くからな、当たった人のところには届きますね、ええ、使ってるソフトを教えてくださいとかあるけど、これそれフォトショップですね、もう CS5 です、 CS5、 はい、なるほど、でもデータは JPEG にして、うん、あ、はい、JPEG で、 JPEG で送ります。なるほど、これだって結構な、何人、何、今日何人ぐらい書こうと思ってな、この生放送中に、5プラス1ですね、5プラス、あ、6人、6、はい、6人ではないです、5人プラス大勢、うん、大勢、はい、5分ぐらいでじゃあ書くということか、5分ぐらいで書かなきゃいけないですかね、あ、もうこれこのペースじゃ多分最初の、最初がいつも時間かかっちゃうんで、うん、その後がすごい急いで書かなきゃいけない、なるほど、早いな、でも、いや早いですよ、まあそうだ、全員サービス分もあるからね、ちょっとなんか手がかじかんでしまってちょっと親指の方な、親指は、これな、トゲのないサボテンでも触ったのか、これはこれはあの溶剤が染み込んで、うん、割れたんですリアルな理由でな、作ってたんだろうな、何か、そうです、何か作ってたんです、ね、何かしらをな、クワガタに冬がきつかる、そうですね、まあ、ちなみにここ一応、まあ、作業場というか実際書いてるところだけど、はい、アシスタントとか何人ぐらいいるんだ、これアシスタントはいません、あの、ええ、いない、はい、え、一人でやってるの、労働用の体は一人ですね、一人で全アシスタントつけずに、そうです、そんなやついるのか、いやあんまり、ああ、いや、月刊誌だと結構多いはずですね、初耳、そりゃすげえ、すごいすごいってやってるな、はい、逃げられたのかって思われて、あ、そうだ、コメントを見なければ、え、ずっとじゃあ最初から一人で、そうです、あ、ちょこちょこ雇っ
ったりしたことあるんですけど、けど基本はもう一人でやってる。そうですね、全部書きたいんで、うん、全部自分で自分で書きたいんですよ、背景とかも、はい、人に書いてもらうと切なくなってしまうんですよね。なんかなるほど、もうやっぱこだわりがあるというか、そうですね。うちみたいな月刊誌ですと、うん、ほぼお一人で書かれてるとかいう方は結構多いですね。あ、そうなのか、ええ、これ編集的にはもうちょっとアシスタント入れてスピード上げたとかも別にないと、一人でもう締め切りも守ってれば全然いいと、ええ、なるほど、かっけえ、かっこいい、早いな、もうだいぶこの画面になったんで今ちょっと早く書いてみましたあ、手元が映んなくなったからですね先生は建築関係の仕事をしてたんだっけ？建築関係？建築関係、そうですね。ゼネコンにで勤めてまして、現場監督のすごい下っ端をやってましたね。あ、それで実際にいろいろ建造物を見てみたいな。そうですね。ゼロから作る現場を見てたんで。なるほど。それは結構活かされてると思いますね。それではまあ背景に行きたい。あ、なんかいろいろ映ってるな、こういう手元の。グッズ的なものもな、東亜重工、はい、建造物で興奮する漫画、これつぐもりですね、今映ってるのは。今映ってるのがつぐもりのプラモですね。この右側に箱が映ってる、実際出てるやつな、これ、はい、出ております。ことぶき屋さんから出てるやつですね。あれ、なんかこの東亜重工とかででっかい箱もあるな、はい、そうそう、東亜重工のでっかい箱の方はセンチネルさんから出てるアクションフィギュアですね。アクション、実際動くみたいな、はい、あクワガタどこ行ったんだって。 あ、いるな、もう小さすぎてな。ああ両方持ってる、欲しい。ああオリジナルつぐもりはよ。このアクションフィギュアの方をですね、うん、なんかツイッター見てたらイタリアの方で買ったよみたいな、イタリアツイートを上げてる人がいてびっくりしましたね。イタリアに売ってる、多分個人輸入されたんだと思うんですけど。あ、なるほど、うん、クワガタは稼働しないの、まあ、これ冬だからちょっとなもうだいぶなくたわりかけだからな、これ。ああ紬のフィギュア出ないかなとか言ってると、あでもワンフェスで紬のフィギュア出してくださってる方を見るので、どうしても欲しいという方はワンフェスに行かれるとこう何か、ああそういうことは言っていいんだな結構さあもうなんかだいぶやっぱ早いな。いやでもこれで、うん、ちょっとペース上げた方がいいんですかね。いやでも全然早いだろこれ、かなり早いですか。5枚だから、うん、なんかこういう なんていう生物的なやつってこう覚えづらいというか、このな人間だったらこうパーツがあっていたら、はい、なんかこのなんか点々というかこのなひだ的な数とかな、これは大体ですね。あ変わったりするんだろ、これは変わりますね。あなるほど、全く同じではないと思います、ええ、でもまあ設定上それがありなので、うん、ええ、時々変わるんですデザインは、はい、ちなみにさっきコメントあったけど、なんか同人 OK マークついたみたいな、ええ、あるけど、これまあ割と寛容というか、そうですね、ある程度はまあやってくれと、ええ、書けるものなら書いてみろと、ええ、なるほど、これもほぼ完成じゃないかこれ、ね、なあちゃんと直して。あと名前が結構癖あるんだろう、登場人物元なんかあるのか、元ネタというか、あるんどういう感じでつけたのかとか。そうですね、古い、うん、古い名前をつけたいなと思って、まあ、いわゆる全部この日本の名前、日本、そうですね、うん、いろいろネタを探してきて、あまあ一応まあ元ネタはあったりとか、ありますね、あったりなかったり。なるほど、はい、まあ、なんかのりだったりもずくだったりみたいな、一部もな、でも読みにくいとかよく言われるんで、うん、だいぶ反省はしてるんですけど。サマリー一旦はってなんかここだけちょっと特殊というか、なんかカタカナに。そうなんですよ、未来のその宇宙船の話なんですけど、うん、全部日本人の名前じゃおかしいかなと。あでそういう感じも入れていこうと、はい、いるはずだろうということで、鶴内好き娘に何て言われたんだっけって。それはもう思い出したくないですね。思い出したくないこれはもうな、娘
ツイッターあたりで検索したら出てくるんだろうな。やめてあげてとはじゃあ。まあ、ちなみにこの、まあ、視聴者でも、この今、まあ、プラモとか映ってるけど、こう欲しいグッズというか、出てほしい、こういうものがあればいいなみたいなのがあれば、ちょっと書き込んだらもしかしたらな、商品化の流れになる可能性もあるからな。いきなりチブってきたね。由来の水な。もうすごい、そのフィギュア、チブの抱き枕。ああ、すごい、画集の重版とかも結構来てますね。画集な、もう19式。もう、ああ、16名欲しいですね。もう、あ、いっぱい来てる、テルのプラモ、もう、画集、水2リットル、カップラーメン、あのラーメンいいな、あのなんか1秒のやつ、重力麺か、ああ、やばい、これで10番か。シャキサク、シャキサク、みんなシャキサク好きだな。シドニア関係ないんですけどね、シャキサク。そうなの、重力放射線なんとか、あの武器だな。今日もリクエストで、あの、うん、シドニアとは関係ない漫画のキャラのリクエストが結構あったんで。あ、結構あるんだな、それ。ええ、ありましたね。今日はもうシドニアオンリーの。そうですね、当然そうなりますね。行くわけだな、はい、もちろん。ハシュセンプラモとかいいですね。あ、ハシュセンプラモ、どう、なんかパーツが少なそうだけどな、もうあれ内側、ね、外側のやつだったな。あ、さあ、これもうほぼ完成、こんなもんでですかね。はい、わ、 こんなにできるなら、この5分10分とかで、もっと俺こうささこう簡易版かと思ったら、ほぼもうこのコミックのやつと変わり映えしないぐらいの、うん、ああ、11月、お、ちゃんと日付も入れて、兄さん2013年です、まだ。そうだな、こうなると未来に、あ、しまった。アニメ化は来年だけど、未来に来てる。13年でちょっと20日でもすぐ直せちゃうんで、さすが未来みたいな。はい、まあ、こう言って、はい、幸いはこんなもんです。で、これを、うん、これを誰にするか、誰に、ああ、そうか、こっから選ぶわけだな。そうですね、おう、ああ、袖にも東亜重工って書いてる、このパーカー、そうなんです、これ東亜重工製のパーカーなんです。 あるんだな、そういうのが、もちろんこれ非売品というか、いや、実は売ってるんですよ。売ってるのか、これは、はい、ちょっと待ってください、リロードします。あ、持ってるよってやついるぞ、うん、あ、買いました、持ってる。じゃ、買った人、そう、メガヘルツさんっていうところで買った人を選びたいな、うん、あ、買った人2着持ってる。2着持ってる。あ、来てくれ。あ、当たった、この応募したやつもいるわけだな、いっぱい。あれ、あれ、よし、じゃあこれ、うん、決めました。お、さあ、当選は、さあ、ここに宛名を今書いてます、うん、見てるといいんですけどね、この人が。まあでも見ているだろうな、おそらく。見てたらコメントしようって言ったら、俺だ俺だって、まあね、来るパターンだから。さあ、東亜重工ニット帽欲しい、はい、チョビさんです。チョビさんにじゃあ当選ということで、よかったらおめでとうございました。まあ、見てるかどうかちょっと分からんけど、まあこれはじゃあ実際にもう、あ、やったーっていうのに流れてきましたよ。あ、一人いたか、はい、なるほど、じゃあ見てるということで、あ、ほんと、よかった、見ててもらえたんです ね、 ですね。お送りしてやろう、はい、これはなんかニコニコさんのシステムの都合上、うん、お届けになるのは明日、あ、明日届くんだ、明日以降になってしまうそうですが、まあでも、うん、もう一晩寝ればすぐですよね。まあそうだな、さあ、これじゃあもうどんどん次も、はい、次行かなきゃいけないですかね、まあ、よいしょ、さあ、次はまたキャラクターを変えるのか、これは、うん、次はですね、はい、4つなんで変えていきたいなと、あの5枚なので全部変えていきたいなと思ってます、うん、次はどうですか、誰でいくのか、次はじゃあイザナですかね。なるほど、あのこっちも多かったので、うん、はい、イザナを書きます。イザナは2位だったか、確か。そうですね、はい、イザナか、さあ、とかで、ジムと、あ、メールがここで来てるな。
埼玉県のコインロッカーからいただいたメール、デジタルになって良かったこと悪かったことを教えてください。書きながらちょっと余裕があれば、画材を出さなくて済むっていう、画材あと消しゴムのカスが出なくて済む。なるほど、なんかインクのなんだとか。そうですね、なるほど、デジタルになってから消しゴム使わなくて済むんで。逆に悪かったところっていうか、悪かったのが良かったなみたいなとこは、やっぱりあの紙みたいにこうなんだろう、回したりするのはデジタルでもできるんですけど、こう、うん、ぐるぐる回すとか。あ、なるほど、はい、逆に書きたいとか。そうですね、でもそのぐらいですかね、紙のメリット。なるほど。あと紙質を生かしたタッチとか、そういうのはまだちょっと出しにくいので。感覚的にみたいなことだな。はい。ちなみにデータ消してしまったこととかあるのか。ありますね。 あるんだな。今年の夏もやりましたね、はい、あの結構それ書いた状態で。今までで丸ごと1枚っていうのはないけど、あの2コマぐらい、ページの半分ぐらいを消失させたことあります、ね、結構なダメージな、それは。かなり、ね、そうです。あのエアコンが故障して、うん、ハードディスクが熱暴走してしまったこと。なるほど、はい、そういうこともあるわけだな、はい、今年の夏は暑かったですからね。そうだな。あれ去年の夏だったっけ、それどっちでしたっけ。でも今年だった気がします。今年だったのか、3ヶ月前だな。なんか去年だったような気が。あ、去年でしたっけ。去年なのか。でも今年もあのいろいろやっちゃってますね、消しちゃったっていうのは。なるほど。疲れてる時に間違って操作を間違って消しちゃうってことがありますね。まあアナログというか紙だったら消えないから。紙だ、そうですね。逆にこうなんか破れるとかぐちゃってなったりすることもまああったと。ぐちゃっとすること。あ、紙の場合はありますよね。汗でべちゃってやる。ああ、そうですね。でもそう多いだなって感じだな、うん、あんまりそんなに多くはないと思いますけど、紙の事故は、うん、服とかがどうなるかとかもな、うん、ああさっきあのキーボードがゲーミング用だって書いてあったんですけど、あーゲーミング用、あの要するにゲーム用っていう。あ、キーボードが、ね、一応なんかそういうには理由があるらしくて、なんかおお、なるほど。あのショートカットボタンをいっぱい使うので、うん、耐久性の高いキーボードじゃないとダメらしいんですよ。ゲーム用っていうのはそのなんか耐久性高くなってるんですよね。ああ、なるほど。それ、うん、決してゲームするためじゃなくて、うん、書くためにそうやってるわけだな。まあゲームするからですけど。ゲームするからってゲームするからじゃない。大体あの PC もちょっと移動したな。Mac じゃなくて Windows を使ってるんですけど、これもあのゲームをやりたかった。ゲームやりたいから。はい。クワガタが本体が少しずつ動いてるな。どんなゲームですか。いろいろやりますね。いろいろやってる、はい、今ちなみにやってるやつは。今はあのモンハン4とか。あ、モンハン4。あと、うん、あれですね、ファイナルファンタジーの新しいやつもとりあえずやってますよ。オンラインのやつは。オンラインではない、オンラインじゃない方です。13の、うん、ライトニングリターンズでした。そうですね。俺やってるんだな。一瞬ちょっとヒゲっぽいのが見えてるな。いや、あれはでもあのだから本体じゃないんで、これは人間型インターフェースです。なあ、はい、インターフェースのヒゲ入るな。そうです。ヒゲ剃る暇もないですね。剃る暇もないけども、ファイナルファンタジーする暇はあると。それはいや、ゲームはやんないですよ基本的に。はい、今ちょっと、うん、嘘を言いました。やっぱもう漫画一本で、ええ、もう寝るか食うか。ゲームやる暇はないですね。そらそうだ、やっぱり一人でやってるわけだから、はい、そうです、そうです。ああ、はい、やりたいなっていう話。やりたいなと思いつつだな、はい、嘘なら仕方ないなって。メールが、来てるな。宮城県、安倍さんから、独特の世界観というのはどこで培われたのですか。なるほど。ちょっと世界観がでかすぎるというか、ね、まだ情報がないやつがいっぱいあるからな、ええ、それはどういうところで培われたとか、元になったものは何かとか。まあ、でもその建物の描写とかは、でも働いてた経験だったり。そうですね、そういうのもあるし、どう答えればいいのか。まあ、このいわゆる宇宙観というか SF 観というか、ええ、もうただ好きだからとしか言いようがないですね。
そういう好きな映画何ですかってのがあるんですか。好きな映画、うん、好きな映画はゾンビと、うん、ゾンビそれ SF じゃないの。ゾンビ、ああそうですね、 SF、 SF っちゃ SF ですよ、ゾンビも、まあ、ゾンビ、まあ、まあ一応、はい、あとは、うん、マッドマックスとか。マッドマックス、はい、その辺大好きですね。なるほど。ちなみに影響を受けた漫画とかもあるのか。影響を受けた漫画、漫画なんか小説とか。あ、小説はですね、うん、地球の長い午後とか。ああ、なるほど。その辺をまあこれ見てたというか。早川のカバーが新しくなったやつが。なるほど、はい、これはすごい大好きですね、うん、ああ、なんかできた。あ、これは小説。小説です、 SF です。あ、なるほど、はい、これ子供の頃とか読んだとか若い子に読んだと。そうですね、ああ、結構古い SF なんで。読む、買う、売ってるのか、これまだな、これ売ってると思います、新装版なので。地球の長い号じゃないよってね長い午後だよ。長い午後だな。地球の長い午後。地球にしかいないからね。そう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 。表紙が美しい。植物に支配された地球が舞台。そうです。ああ、読んでる人もいるんだなこれな。ね、あのもう定番なので、うん、SF ではこれは。ちなみに、あの俺が出てる漫画とかはな一応宇宙が出てきたりするんだけどな。そうですね、ああ、もう、はい、もう当然、読んでます。ああ、やっぱ読んでるな。ちなみに誰が一番好き、キャラクターで言うとな。いや、サイヤ人が好きです。サイヤ人、全体だから、ね、あ、じゃあ俺も一応俺も入ってるってことな。サイヤ人が好きと。ああ、ベジータですかね。やっぱりベジータ、はい、後半ほぼ主人公だかな俺はな。そうですね、やっぱりな。非常に絡みにくい話題なんでどうしましょうね。それはもう、それはもうできる範囲でな。あ、さ、結構もう上半身ぐらいが老けがったな。なんか、うん、喋ってたらあんまりあんまり集中できないと。いえいえ、頑張らないと。あ、頑張らないと。これ何、場所 どことか。これはこれはじゃあ背景も書きます。じゃ あ、え、そ、時間は。でも時間だ、まあ最後の 2枚とか1分ぐらいで書いちゃえば。1分ぐらいで、ね、それはそれで当然したやつだな。まあでも最初の方がそうそうそう、まあ、あたりというか特に、ええと本体がどんどんクワガタが近づいてるから。なんであのクワガタどんどん近づいてる。あああ、あとかって言ってチラって、うん、あ、そうだ、これコメントにもしたんだけど、どれ描くのが一番好きかとかいう、例えば人間キャラクターなのか、もう機械なのか、まあ、背景なのか。人間と背景ひっくるめて言ったらもう背景ですね、の方が。背景が一番楽しい。パイプが好きです。パイプなんか配管とか、はい、ああいうのが好きだと。腐ったパイプを描くのが大好きですね。背景ラブだから ですよねって感じ。はい、配管フェチ、だからアシスタント雇いたくないですよね。背景を描かしたくないと。はい、そう、自分むしろ、うん、あのキャラの方を描いてほしい。キャラの方を描いてほしい。はい、でも万賀太郎先生とかそうだった気がする。え、そうなんですか。なんか一時期そういう時期があったみたいな話があったけど。シンパシー感じますね、やっぱり。シンパシー感じる、やっぱり。作風からも、はい。作風だいぶ違う。もうこれだいぶなできてきたな、はい、でもこれも書くのめんどくさいんで、うん、パイプいっぱい書いちゃいますね。パイプいっぱい書くんだな、それは。そうですね、この画面が白いと怒られるんですよ、うん、あ、これは誰担当に、いろんな人に。厳しい読者さんとか、もっとお前背景書けよ、はい、手抜きだろうみたいな、うん、実際あったか、そういうなんかクレームじゃないけど、そういうお叱りの声。そうですね、しょっちゅうありますね。 あるんだな、親戚のおばちゃんとか。親戚のおばちゃん、はい、あんた最近手抜いてるんじゃないのみたいな。はい、その怖い、親戚が一番怖いかな。そうなんです、お前の漫画は本当に分かんない。まあ、分かんないの、はい、もうな、おばちゃんですからね。そうだな、うん、
なんかこうファンレターじゃないけど手紙みたいなの来たりするの？もうめったに来ないですね。特にめったに来ない。この SNS 全盛になってからは。ああそうか、もう直接ツイッターとかで言える。そうだと思うんですけど、それか人気がなくなったからか、うん、人気がなくなったら今からアニメ化やるのか。そうそうなくなっても何もない。昔はちらほらあったんですけどね。ああなるほど、はい。まあ、ツイッターとかに来ると。ツイッターとか、いや来る、そうですね、あの感想とか言ってくれる人がいるんで。ああよし送るかっていうのある。はい、永遠に愛してますもん。そうですね、あの一応編集部にファンレターを送っていただければ、うん、基本的には転送してますので、うん、ああなるほど、そうですね、全部受け取ってるんで。ちなみに編集担当してどのぐらいここに来るの、頻度というか。僕は大体月に1回か2回ぐらいですかね、うん、あのその締め切りとかの時に、あのいや締め切りは逆に二平さんがデータを、うん、データで原稿いただけるので。あそうだ、なるほど、受け取る必要がないんですよ、うん、だから打ち合わせの時ですね。じゃあ全然月1回ぐらい来ると、ええ、ああアニメ化どうなるんだろう。アニメ化もやっぱり打ち合わせしたりとかいろいろあるわけじゃなくて。それはもうすごいですよ、ああ打ち合わせの回数が。やっぱすごい、ええ、もっとこうしてくれとかこのいろいろあってするわけだろ。それってあんま言うとあれだけど、ええ、ああでも基本的にはすごくみんなあの、うん、楽しくやっているというか、うん、なるほど。ああさあパイプがだんだん書いていくな。はい、おなんかいろいろコメントがいろいろ来てるな、ね、まあ、なんか聞きたいことがあればこのコメントに、まあ、メールも募集してるからな。ああお、初めてのサイン会でおしゃれな女性率が高かった本当ですか。あーでもそうですね、あの綺麗な女性がファンですとたくさんいたような気がような気がする、はい。アフターで仲いいの誰ですか。はい、仲のいい作家、まあ、漫画家ってことか。あー仲のいい、アフタヌーンで仲のいい作家元アフタヌーンで、あの真鍋翔平とい う, う、はい、おっかない漫画描いてる人は結構仲良い、はい、年が同じですごく仲いいですね。あったりもするのか実際。そうですね、ちょくちょくあのよく飲みの誘いが来るんですけど、うん、あなるほど、断り続けてたら最近ここ、うん、1ヶ月ぐらい連絡ないですけど、ね、あでも言っても1ヶ月ぐらいだな、うん、そんなに頻繁に来てたってことだな、うんうん、数ヶ月だったかもしれないですけど数ヶ月だったかもしれない、時間の感覚がおかしくなってる。いやですね、ああ、はい、今お忙しいですか、二平さん。まあなあ、そのアニメ化だなんだっていう時だからな、クワガタに酒飲ますなああ、そっか、ああだいぶ書き込んできたな、これ。しかし、そうですね、ああこのペースでこれ1時間番組なんだけども本当にこれ後半1分とかで。そうですね、これやばいですよね。ちょっとちょっと待ってください。もしかしたら、まあ、延長はできるのか。これは延長ってやってるぞ。スタッフ延長はできるのか。なんか多少はできそうらしいなでも頑張ります、うん、早く書きます。ああそうだ、1時間だったから。そうだ忘れてた。あでももうサインが入ったぞ。そうだ、これを誰に。あそうだ、誰に。もちろんこの、うん、希望してる中から。希望してる中から、うん、じゃあもっとパイプをとかもういいもっとパイプを本当はこれの10倍ぐらいあの密度を上げたいんですけどね。まあ本当はな、まあ、マレーシアから見てますよ、うん、マレーシアか。ああ水着の品とせをリクエストした水着な。これはもうこの人には渡せないですね。そうですね。そうなってしまう。あれイザナ。あ。お、さだが。じゃあ今度はこれも宛名書くの大変だな。あ、ブロマガもあるんだな。ま。本当だ。本当だ。知らなかった。知らなかった。てかブロマガって。お。なんですか。いやだからなんか登録みたいにしたらこうブログで購読というか定期的にこうなんか届くみたいなやつじゃないのか。そんなのは知らなかったです。なあブロマガはちなみにどういう内容というかな。あ当選が出た、はい、ブロマガは
あ、サイン申し込み用にあのブロマガかあると、はいはい、そして、当選者がマチロヤン、マチロヤンヤンさんですかね、はい、当選だめでたいやつだおめでとうございます。じゃこれも、まあ、明日ぐらいには直接届くということで、ええ、マチロヤンさん、はい、お楽しみにという感じですね。なんかちょっとだけなんかあなんかあ日付14日になってるって指摘が、はい、本当だ、ありがとう。時間の感覚がもうボロボロだな、ね、はい、この辺は虫なので、そうそう、うん、人間と違う時間感覚に来てました。そうですね、なるほど、こんなあパイプを腐らせたかった。これ戦ってないかこれちょっと距離取ったり足元に対してるな、さあじゃあ、次で3人目になるか、はい、3人目はこれどんどん行ってるどんどん行かなきゃいけないですね。休憩というか大丈夫かこれは。あ、休憩は大丈夫です。お、大丈夫、あの本体じゃないんで書くのは本体じゃないの、はい、いくら酷使しても大丈夫。いや、もう手が映ってんだよ、ひたすら撮って遊んでる様子が痛い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 じゃない、挟まれてるコントいらんさあ次は誰か、次はじゃあどうしようかな、次はじゃあ檜山さんを。お、来た、ララーさん、檜山ララーさん。ちなみにどっちの、あの中身じゃない方ですね。中身じゃない方な、ええ、中身じゃない、あの外側の方、側の方、はい、ララーって呼ぶと怒るだろうって言ってる確かにここにて全く主人公が出てこないってああ、主人、そうですね。でもあんま書きたくないですもん。あるんだ、あんま書きたくないと。そうですね、うん、人間はあんまり書きたくないです。なんでこう熊にしようと思ったとかはあるの。これはあのなんやっぱりこのバリエーションを、うん、はい、いろいろ、その動物の中でも熊を、ああ。なんすかね、コズロフだろうが、すごい獰猛な生き物なのに、うん、ぬいぐるみっていうなんかぬいぐるみのジャンルでは人気じゃないですか。あ、確かにそれは思うのがあるな、はい、本来恐ろしいやつなのに、はい、可愛くなってるのあるの。なんかそれが、あ、出たいや、もうクワガタいいよあーこらーのとこだな。そうですね、これでもなんか、それでも、お、あ、そっか、これ時間かかりそうだけど、なんかそのなんか 毛の質感というか、そうですね。でもあの露出してるのは頭だけなので、うん、あ、そうか、あ、下は服着てるわけだ。そうそうそう、はい、で言ってるうちにもう顔がだいぶ、やっぱそういう叫んでる顔にしなきゃいけないのかなあ、メールがここで来てるな。静岡県の長谷郎からいただいたメールだ、影響を受けたアーティストや曲はありますか。音楽系の、音楽系ですか。いや、いろいろ好きですけど、いろいろ聞くとそうですね、なんかここで3つぐらい言っちゃうとそれだけかなと思われるって嫌なんで幅広く。そうですね。じゃあカラオケに行ったら何を歌う。歌かもしれないですね。なあ、歌超うまいかもしれないし、うん、なあ、そうですよ。でもあんま、うん、わかんないです。わかんないです。カラオケには行かない。行かないかどうかもわからないですね。行かないかどうかもわからない。はい、ジャンルで言うと何系なんで、その音楽という。はあ、インダストリアル系ですかね、好きなのは。インダストリアル系って何だ。ナインチネイルズとかですね。何、ナインチネイル、ナインインチ、じゃあナインインチネイルズ、何っていうか全然分からないそうですね、僕もあんまり音楽詳しくない。あ、かっこいいよな。あ、でも知ってる人いるな、うん、でもずっと聴いてるわけではないですけどね。ナインチネイルズ、音楽聴きながら書いたりはするの。しますよ、はい。それやっぱなんか作業効率良くなったみたいなもん。そうですね、
カブトムシ歌うんですかって、それアイコのカブトムシが歌うわけないだろカブトムシは歌わないですね。また移動した、うん、ああ結構プラモデル昔から好きで作ってたりとか。好きですけど、やっぱそんな作る時間はないですね。まあ今はだから買ってそのまま作らずに箱が積まれていって、うん、処分してみたいな。あ、処分する。作らずに。ああ、はい、ロボ出てきたのもびっくりだった。これはなんだ、宇宙服か。これは宇宙服ですね。ああ、そうだ、急いで描かなければいけないんだ。さあ、ちなみにあのプライベートで接したりすることあるの？まあ飲みに行ったりとかですよね、参加さんとは。あ、やっぱ飲み行くん、うん、ええ、なんかよくなんか新年集合みたいなのあったりするのか。なんか パーティーじゃないけど。ああ、一応うちの編集忘年会をやってるので。それも作者も来て、ええ、こいつ酒癖悪いなみたいなのある？いや、あの作家さんって皆さん普段あんまり飲まれない方が多いので、仕事ばっかりしてて。あ、ええ、なるほど、ええ、すごく平和な飲み会です。そんなにめちゃくちゃ飲むやつはいない。まあごく稀にいて、うん、ああわーってことにはなりますけれども、まあ、でもそん基本的には興味がいい、ええ、みんなあのすぐ酔っ払ってしまう方が多いですね。まあ酒弱いんだ、ね、いや飲んでる人は飲んでると思いますよ、うん、たまにあの、うん、なんかうわーすごいなーみたいな人はいますけど。たまになんだ、ね、はい、まあ、この前アニメ制作人と飲んでいた。ああ、そうですね。僕あの大野師匠の高橋努、うん、まあ、師匠さん、はい、うん、あの漫画家の高橋努先生のところに行った時に、あの入る条件は酒飲めるかどうかでしたからね、はい、それは本人がめちゃくちゃ飲めるから。そうです、ね、前も飲めよと。はい、そうです。なるほど。これ、はい、コメントだったけど好きな酒は。好きな酒、ああ、ビールが。あ、ビール。クワガタが。クワガタが、はい、割とじゃ飲める方なんだ。いや、まあそのクワガタ並みに。クワガタ並みに、はい、ちなみに俺はマリブコークだあ、そうですか。なるほど。ブラックハイボールだあっという間にもうできたぞ、ほぼ本体は、はい、浮いてる浮いてるな、はい。背景もちょっと描きつつ、ん、これはどこだ？船内の。そうですね、通路ですね。通路、はい、かわいい、かわいい。これ中の人って確か一コマぐらいしか出てきてないんじゃないか。本編ではまだ出してないかもしれないですね。そうですね、単行本のおまけページでチラッと映ってるぐらいで、はいはい、なので設定固まってないから出し書きたくないんですよ。あ、もう嘘です、書きたくない完全に今のは失言だった。失言だった。いやもう今のはただのリップサービスで、まあまあ、本当はもう完全に固まってるんです。固まってます、当たり前です。もう全部全部出来上がってますから。全部もう全部頭クワガタの、はい、うん、さあほぼ完成に近いな。もう拡散希望しなくていいんだそれクワガタの脳内にかなり重要人物ではあるわけだから、ね、そうですね、やっぱりそういうタイプの作家かって聞いて中身好きなんですが、補助郎にコピーしとこうとか。いいですね、いいお客さんばっかりだ。いいやっぱりな、うん、さあだいぶあもうほぼこのあ、アテナ書くとこがなくなってしまった。アテナ右下でもいや、これもう消せるんで。あ、なるほど。ガーッとデジタルのいいとこだ、はい、さあこれ誰に当たるの。これあ14って書きそうになってしまった。11月24。すいません、アテナ、アテナより先にこっち書いちゃいました。あ、入って。じゃあ当選は、待って、さっきとかぶっちゃうな。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。あれ
当選は檜山奈々。よし、あ、これダメだ、人間バージョンって書いてある。違う、細かくしてると逆に当たらないから、ね、はい、そうですね。あ、福原さんで。お、福原、漢字で福原。はい、なるほど。じゃあ福原さんに明日ぐらいにお届けしてやろう、はい、おめでとうございました。福原愛ちゃんではない。おそらく愛ちゃんではない、本人だったら逆に驚き、本人だったらな、電子書籍買ったってことだからな、飛行機の中で読んでるんですかね、この試合に行く途中の、読んだりしてるんだな、控えの時間に読んだりしてるんだな、うん、さあ、あ、宇多田ヒカルもファン。そうですか。バイオネガの時に帯にコメントを寄せてくださってたような覚えがありますけど、うん、いや、あれはコメントをまあまあ寄せてもらったというか、はい、そうですね。あ、実際に会ったこともある。チラッと、はい、チラッと、はい、なるほど。さあ、これで、3人目か。はい、ようやく、やっと。さあ、これ良かったですね、10枚とかにしなくて。そうだな、はい。ちなみにこれ一応60分の方だけど、もう56分という。あ、本当だ。これ。これ延長いくのか、これは。危険。じゃあ3枚で終わりですか、これ。いや、あ、これはどうなんだ、スタッフは。行くのか、これは。スタッフは何か、何を思ってる。ああ、時間かけすぎてしまった。さあ、5枚頑張ってたけど、5枚いい、あと2枚だな。まさかそういう、いや、あとほら、全員サービス、あ、そうだ、全員サービスだともあるぞ。だから、まだ半分ってことですね。すいません、皆さん。ああ、主人公、長手は描かれることあるのか。長手、男とかあんま描きたくないです、ね、男とかあんま描きたくない。まあでもリクエスト多分女キャラが多いだろうな、そうですね。どうしようかな、何を描くか。こっからちょっとだいぶペースアップするんじゃないのか。ペースアップしますよ。あ、いかん、これは映しちゃいけないやつだ。なんか映しちゃいけないやつでいいけど。ほら、練習の先に何やっててクワガタ。なんでちょっとまた先みたいになってるの。このサイズだとしたら相当でかいかな。実はつぐもりって18メートルの設定ですからね。このクワガタ3メーターぐらいありそうですね。そうだな、18メートル結構でかいな。9巻取ってもらっていいですか。あ、すっごい長い方針で、あれ20メートルぐらいあるってことか。じゃあ、あれ、いや、20メートルじゃないですよ、もっと長いですよ、ね、あの延長方針ってなあ。まあ、だから本体より全然長いもんだ、確かに。さあ、誰来る。ガンダムくらい、ガンダムもたってそんぐらいか、確か。多分そんぐらいだと思います。あ、大丈夫です。それは書けました。さあ、クワガタ一発目と、うん、大丈夫です。次は、うん、エナ星次郎。お、お、エナ星次郎が来ると。エナの方。はい。星次郎。エナ、ああ、ベニスズメですね。あ、ベニスズメの。の。パイロット。まあ、エナ、はい、広く言うとエナ星次郎ですね。そうですね。なるほど。これ時間かかるんじゃないか、これもまた。かかりますね、これ。でも、いや、そうだろう。ささっとやっちゃいます、じゃあ。お、じゃあ、ささっとちょっと、はい、スピードを見ておくか、これ。そう、ちゃんと星次郎一気撃破って言ってくれてますね。うん。いやー、そっか。もう延長しないと、もう、延長もする。あ、これなんだ、これ。つむぎのフィギュアですな。これは市販されている。いや、これは多分、あの、ワンフェスに。あ、なるほど。出ていたものだ。これな、すごいな、どうなってんだ、この素材というか。なんなんだろう。もうよくわかんないけど、これよくできてますね。多分レジンかなんかだと思うんですけどね。めっちゃ欲しい。チブもついてる。正ヒロイン紡ぎ。誰なんだろうな、本当のヒロインっていうか、まあ、要はちょっと、うん、もうハーレム状態だろ、今、主人公は。誰が選ばれるかとかいうのも、まあ、後々な。そうですね、ここでは正ヒロインが誰かとかは、まあ、それはもちろん言えないけどもな。そうですね。もちろん頭の中にはあるわけだな。多分ありますね。多分あります。はい。なるほど。もちろんあります。まあ、ちょっと。テンポアップしているな。はい。
いやでもそれでもだいぶもうむちゃくちゃだな、なんか猫もいるな猫猫ともうなんか配管のフィギュア、あ、配管を通って出てきた触手部分のやつな、これ、これは確かにサイン会の時にあの読者の方が持ってきてくださったやつで、うん、え、これじゃあ、読者が作ったやつ、多分そうなんだと思います。あ、なるほど、それをちゃんと飾ってるわけだな。うん、あ、早いね、やっぱちょっともうほぼ全身が、はい、ああやっと、うん、手が温まってきたんで、あ、いや、ようやくか、ええ、スロースターだね、さあ番組はもう1時間超えたからなこれすいません、意外と1時間って短いんですね、1時間結構あった、舐めてましたね、こんなすぐに終わってしまうと、うん、しかし書くのだいぶ早いな、あとでもこれが4枚目だからあと1枚ぐらいな、そうですね、書かないといけないわけだから、ね、もう最後の1枚は30秒ぐらいで書いていい、うん、いいですかね、いやもういいだろうそれは、うん、おそらく24、よし、このサインが入ってこれを誰にするか、これは誰だ、当選者は、これは、そっか、あのこのページがダウンロードできることで、はい、これで、全6枚終了だ、ありがとうございました、まあ、まあ、何分、まあ、書いた時間ほぼ1時間ということで、これで実際これやってみてるか、聞いてどうだこれ、どんな時間かかってるの、あ、僕ですか、うん、あ、もう楽しかったですけど、もっと書きたかったよね、もっとこう書きたかった、もっと時間あれば書こうかな、ただ、これ10枚とか無理でしょうね2時間以上かかってしまう、ね、あ、ここは10分タンブラーだみたいな、うん、ニコニコ生放送はどうだ、今まで今コント見えたけど、いや楽しかったです、これは不思議な感覚ですね、まあ、まあ、楽しかったね、楽しかったね、普段一人で帰ってるんで、まあ、そんな話しながら、うん、1から余裕で食べなかったりするんで、あ、まあ、そうなんだろう、はい、次は2時間で焼いてるのもあるけどちなみにどうだ、そうだ、もし次が困るかもしれないっていう感じで、あ、望むところですね、望むところでございます、バンドでもいいくらも、いや、もうあの臭みがあるんだから、まあ、出れた曲を、あ、そうだ2時間歌ってくれないし、見てても全然余裕ですよ、全然余裕らしい、ちなみに勝者、貴様これ1時間以上、今までこれどうやって貴様ら、ああ絶対やってくれよ、キンキンが思いました、2時間パイプで、よかった、よかった、最高、楽しかった、ああ全然プロ化してる、せっかく2時間で決めたい、あっという間1時間だったということで、ああそれで最後に、じゃあこう先生が今後の師匠役師展開するというか、ちょっとなんかこう、今後の告知というか、そういうのあれば、そうですね、あの、漫画もすごい頑張って書きますけど、アニメの方が、見てほしいですね、5月から4月から4月の予定です、春です、春です、具体的には何だ、春春春、そうです、もうちょっとからもう春、はい、なるほど、それは本当にすごくいいものになる、いいものができてるので、うん、はい、ぜひアニメ見てほしいと、ぜひ見てほしいですね、ということで、はい、じゃあ頼むしたら小田さんの平田からこの人に関係の口調かテーマなんかあれば、あの、まあ、本人アニメの二平さんがあの全面協力で書くってますので、うん、まあ、ファンの皆さんの期待がいらないすごいものになってると思います、うん、あと朝の編集からかなり新しい特区が始まりますので、新しい特区ちょっとまだ言えないんですけど、傷が25日になったら、うん、あと一番もうちょっとななったらですね、ニコニコ生活の予席コーナーとかで2分検索してみると、うん、結構遅い商品が出てくるかもしれない、何か出てくるかもしれない、はい、それを楽しみにしてやれという子だな、ええ、さあ、予定1時間にかかってお送りしていきたいも、最後に先生がちょっとなんか、あ、今日は本当に、見てくださってありがとうございました、まだ機会があったらぜひ、あと漫画シュリアの方もよろしくお願いします、なるほど、これで1時間に終わってきたオンラインサイン会は以上だ、じゃあおった、ちょっと戻ってきたな、これでいくんだ